こんにちは、永井美学塾へようこそ。塾長の永井龍之介です。今回は、前回紹介をしました田中一村新作版画観光記念展を紹介しましたけれども、それに引き続き田中一村の話をします。田中一村はですね、没後大変脚光を浴びている画家です。私は美術史はですね、発見の歴史だと思っています。例えばあのフェルメール、今大変人気が高いフェルメールですけれども、フェルメールは没後200年経過してから美術史家の発見によって評価が高まりました。あるいは日本でもですね、あの伊藤若冲、今大変、話題になりますけれども、伊藤若冲も江戸時代の画家ですが、亡くなってから本当にこの数十年ですね、数十年前に、美術史家が、伊藤若冲の評価を検証して、そこから実は伊藤若冲ブームというものが始まっているんですね。ですから実は本物の画家はですね、亡くなってから評価が始まる、進化が問われるということ、そういう意味で私は田中一村もですね、まさにそうした、発見の歴史に、位置づけられる、巨匠としてね、亡くなってから大変な評価が高まる本当の本物の画家であるということで、田中一村を紹介をしたいと思います。で、実はですね、あの田中一村の代表作、奄美時代の代表作はほとんど奄美にある田中一村記念美術館に入っています。それがいろいろ今美術館とかデパートの祭事展覧会で、紹介をされるわけなんですけれども、ほとんどマーケットに出ることはありません。ただ実は今から考えますと奇跡的なんですが、2014年にですね、奄美群島日本復帰60年田中一村作品集蔵宝改訂版刊行記念ということで、奄美時代の代表作を中心に20数点のですね、原画の展覧会を長井画廊で実は開催をしました。今改めて考えると、これは空前絶後というか、おそらくもう二度とできない企画ですね。これが著作権承継者のご了解のもとに、また関係者のご協力をいただいてですね、長井画廊で展覧会ができた、非常に改めて感謝を申し上げるところなんですけれども、それに引き続きね、今回こういう版画展ということで開催することができたんですね。非常に私も前から田中一村への思いがありましたので、こういう形で身近に展覧会を通して田中一村に接することができた、改めてこの画商冥利というかね、こういう美術品を扱う身として、本当に私が今まで魅力を感じていた作家にこれだけ身近に触れる機会を作ることができた、改めて関係者の方には感謝を申し上げるところですね。それではその田中一村についてね、話をしたいと思います。田中一村、皆さんは奄美時代の作品、特に50歳過ぎてからの作品が評価が高まっているわけなんですが、実はもう小さい時からですね、神童と言われたくらい嘱望された方なんですね。で、今こちらに紹介していますけれども、1908年、栃木県生まれです。で、本名高志で、7歳の時にですね、児童画展で天皇賞を受賞しました。これ大変な賞ですよね。で、お父様は大変喜んで米尊という号を与えます。ですから、そのこの米尊という号 の, いわば課長がですね、日本画なんですけれども、色紙とか掛け軸とか実は流通するしています。ですから、非常にその米尊の号は実は田中一村の前の号であるということを改めて認識した上で、その作品に触れると田中一村の流れが見えてくるんですね。で、実は1926年、芝中学を卒業して、その後東京美術学校に入学しますけれども、すぐ中退をすると。それで千葉に移る。で、この間もずっと画家としてもですね、大変人気が高まっていましたので、実は結構売れてたんですね。ですから、そういう注文も多分あったと思います。そして1947年、戦後ですね、この青龍社第19回青龍展に白い花が入選をして、ここで画号を柳一村と改めました。で、翌年から田中一村という号になります。で、ただ、この間もですね、米尊時代一村時代ということで、課長が大変素晴らしい作品が多いんです。私もそういった作品に折々に触れますけれども、必ずしも奄美時代だけではない一村の魅力が、実はそういった米尊時代、また一村の奄美の前の作品もね、非常に魅力がある作品多いんですけれども、で、おそらくですね、この1958年に奄美大島に渡るんですが、いわばその中央画壇というか、そうしたとことの関わりとか、いろいろな人間関係も含めて、もう自分自身はもう画家としても徹すると、もう 絵に徹する、ある意味でその自分自身が今まで生きてきた流れ、50歳という年齢がですね、ある転機に私はなったと思いますね。
自分の方向性というものを見出した年代で、まあ、いろいろ各地を転々とするんですけれども、おそらく奄美大島に自分自身が寄って立つところを実は発見をしたんでしょうね。で渡る。でその後ですね、この奄美の名瀬市の紬工場で、まあ、染色工として働き始めます。でまさに染色工として生計を立てながら、まあ、ひたすらまあ絵を描くと、まあ、前回紹介をしたこの版画に見られるような非常にその亜熱帯のですね、美しい自然風土をに向き合いながら、また自分と向き合いながらひたすら絵を描き続けた、まさに孤高の人生ですね。全くそこでまあ絵を売るということを一切考えずに、もう生計はこの染色工として働いたことで生計を立てていましたので、ひたすらもう絵を描くことに徹するという人生であったわけですね。そして1977年、昭和52年に奄美で亡くなると、まあ、享年69歳です。でもちろん地元ではこういう絵を描いていた画家ということで、まあ、一部には知られていたようですけれども、なかなか一般には実は知られなかった。亡くなった後に素晴らしい作品が残ったということで、没後実は発見されたんですね。ですから本当の田中一村の評価、もちろんこの米村時代の作品も一部のファンもいましたし、売れていましたので評価もあったんですけれども、本格的な評価は実は亡くなってから始まるということで、ちょっと没後の話もしたいと思います。そして田中一村がまさに全国区と脚光を浴びた一村ですけれども、この没後ですね、そのきっかけとなったのがこの NHK の日曜美術館です。で日曜美術館で放映されて、まあ、脚光を浴びると、実は NHK の日曜美術館で紹介をされる画家かなり多いんですけれども、そこで実は発見されるっていうケース結構あるんですね。この田中一村もそうですし、高島弥十郎とかですね、結構やっぱりそういうきっかけで紹介をされる。実は最初にですね、美術史は発見の歴史という話をしましたけれども、もちろん画家は素晴らしい作品を残すことがまず第一なんですが、それを見出す人がいないと世に出ることができないわけですね。まさに田中一村などもその一つの例だったわけなんですけれども、こうしてテレビで紹介をされる、あるいはその美術館がですね、その検証をすることでその画家の進化が多くの人に知られるようになる、あるいはその美術研究者とか美術史家とかね、そういった方々の検証によって世に出るということがあるんです。ですから特に田中一村の場合にはこの NHK の放送、そしてそれをきっかけとして、まあ、最後にこの評伝田中一村という本を執筆されました大谷智さんという方がいらっしゃるんですけれども、この方がですね、実はこれ以降非常に精力的に田中一村を追いかけて、折々に本も出版をされて、いろんなところでまあ紹介をするということでですね、この田中一村の発見に大変な貢献のあった方なんです。ですからそういった方々の協力で世に出たということも多くの人に知っていただきたいところですね、はい。そして実はこの放送された後、デパートや美術館でも展覧会が開催されますが、まさにこの2001年にですね、田中一村記念美術館が開館します。これ鹿児島県の奄美市ですね。そしてその後生誕100年記念が奈良県立万葉文化館で、栃木県生まれ、まあ、その後千葉にで過ごされたということがありましたので、縁のある美術館で、まあ、折々に展覧会開催されています。千葉市美術館、そして鹿児島市立美術館ですね、そして田中一村記念美術館で特別展で、まさにその田中一村の全貌といいますか、足跡、その作品もですね、ここでいわばその一つの集大成になるということで、田中一村の作品集蔵宝改訂版 NHK 出版で刊行されました。で先ほど紹介をしました長井画廊で、この2014年にね、奄美群島日本復帰60年田中一村作品集蔵宝改訂版刊行記念展ということで、原画の展覧会を開催することができました。そして2018年に生誕110年記念展ということで、佐川美術館、岡田美術館ですね、そしてまた NHK の日曜美術館でですね、奄美の森に抱かれてと、まあ、日本画家田中一村という番組も放送されました。そして先ほど申し上げたように、まあ、記念出版としてこの33年間の渡る調査報告をまとめた評伝田中一村が生活の乏者からも刊行されてですね、改めて田中一村の評判というのがね、ますます盛り上がってるなという印象がありますね。できればね、その奄美まで行って、その奄美という自然、その環境に触れながら、その美術館で一村の作品を見るというのが、まさにその
現場のね、あのイメージを自分自身に感じながら見ることができますから、時間があればね、ぜひあの美術館にぜひ行っていただきたいと思いますし、また折々にあのいろんな展覧会で、まあ、巡回をすることもあります。でこういう形でいろんなあの、作品集とか評伝が出てますので、こうしたことを通して田中一村の魅力に触れていただきたいし、また今回の展覧会のようにあの版画でね、あの身近にその作品に触れることができますので、折々に田中一村に触れる機会を、求めていただければいいなと思いますね、はい、それではこの田中一村についてはね、この辺りで、解説を終了したいと思います。で次はあの実はこの版画についてね、ちょっと簡単に話をさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。